いやなんかさ何日連続やったかはあの忘れちゃったんだけど1月もう全部やっちゃおうって思って途中から配信だから連続でやりました今日までありがとうみんなたくさん来てくれて今日は朝からフリーれでした頑張って起きていったよー かちらこそありがとう。この思い出忘れないよ。<laughs> <laughs> ありがとう。忘れないでね。早く偉いで。いやー、眠かったね。 眠かっうん <laughs> でも無事に振り入れ終わって安心安心だけど一旦量はちょっと一旦それを忘れて <laughs> あの 生の頭にしないといけないあんにょんこんばんはー遊びに来たわよ <laughs> なんかアガサみたいな話し方うん <laughs> は今日ねあのー、衣装も着てきたよもう一回あの完成形の衣装が今日届いたので衣装も着たもう一回前にフィッティングした時とねちょっと変わっててさらにさらに可愛くなってた 早く見せたいなあ、<laughs> あ生誕の衣装ね <laughs> 衣装ワクワク ェータータチケット真ん中列のセンター席でめっちゃテンション上がるお見やすいねブリブリのアイドル系うん <laughs> もうそれは言ったよねこの前もうめっちゃアイドルこんな衣装を着る機会もうないと思う手ぐらいかわいい超かわちいい衣装ですもうなんかあのー、自分の 自分がさ、こういうのがいいって注文あの、衣装さんが作ってくれたんだけどめっちゃ、あの、いい感じソルタンドチキン食べた <laughs> 初日に食べたのうらやましいいいね 何何ストーリーに、アガサのス、何何不純なインスタにアガサのストーリー上がってんのえ、知らない。<laughs> え知らないんだけど、見てこよう。え、なんだこれ急に <laughs>。これ、あれじゃん絶対。あの、順番に投稿されてくやつじゃない多分。<laughs> 今日はアガサで、明日メリーでしょ。予想。 3個ペロッとなくなっちゃった3個ペロッとやばいでも分かるよその気持ちなんか美味しすぎてさ1個じゃ足りないよねもっと着る機会ちょうだいようんあるとしたらオンライントークかな2月のそんな感じする でも本当にその生誕の日とオンライントークでぐらいしか着れ,れなそうだからもったいないよねリオももっといっぱい行きたいんだけどさやっぱイベントする機会がないのでなかなか <laughs> なんでもっとラストアイドルメンバーはいつもラジオ配信するのかね顔が見たいがえ顔出し配信もしてますよ昨日と今日はラジオですがねじゃあ顔出し配信の時に遊びに来てくださいね 次回は生誕二次会ねー <laughs> あったら楽しいだろうな梁もやりたい気持ちいやだってさファンの方はみんなでさ行くでしょ打ち上げみたいなあの本当はは梁も参加したいんだよ持ち帰れるんだいや持ち帰れないよ衣装あでもどっちでもいいのかなわかんないまあでも自分の衣装だから多分もらえるっちゃもらえるけど でもやっぱそうオンライントークとかしか着る機会ないよね <coughs> ちょっと戦ってくるいってらっしゃい買って買ってきてね <laughs> いっぱい食べないと大きくなれないからねこれ以上大きくなってどうすんの <laughs> いやーあの 200m い200っちゃうよあっ 200m はうそ間違えた <laughs> 間違えた間違えた 二百センチ。なんかティックトック見てしまった。いや、あのティックトックね。あの、めっちゃむずかった、撮るの。あのさ。あれ、長いじゃん、今日のしたやつ、結構。尺っていうの。あの、いつもより、結構長めなんだけど。一回失敗したら、最初っかり直しで。何回も撮り直したね。あの。 アフレコじゃなくて口パク口パクが合わせるのが難しくてちょっと苦戦したねけど無事にあれは成功したやつアクスタリオちゃんだらけになりそうリオだらけにしてくれるの嬉しいよ 生誕前夜祭から東京行く感じです。お前乗りだね。衣装店。いや、衣装店。何の衣装を出す。二百メートルやばいね。本当に。意味わかんないぐらい大きい。 リップシンクむずそうえめっちゃむずいめっちゃむずかったあれほんとに頭の中で考えてえっとこの次はみたいな <laughs> こんばんはー来てくれてありがとうそれ別と今回の生誕祭の衣装二つしかない二 <laughs> つしかないけどいい 確かにねミュージアムできたら飾れるねいや今回の衣装はねめっちゃ可愛い本当に可愛い,いよ衣装さんに作っていただいた衣装なんでなんか世界に一つだけの衣装な感じするよね 二次会の飲み屋さんでみんな明並べるか梨央ちゃんだらけを <laughs> 確かにねいつもね思う <laughs> いろんないろんなリオがいる <laughs> 今回増えるねまた新しく生誕バージョンこんばんは別名迷目り子羊ですこんばんは来てくれてありがとうございます やっぱり衣装でのチェキモだなうんあでもどっちも衣装だよ服は一緒であの頭とおててが猫バージョンになるミュージアムできたら壊れたスーツケース一緒 えっ、ー、本当に見たい <laughs> いやでも見た目じゃ分かんないかもしれない壊れてんのあのローラーがちょっとあのおかしくなってるからあの実際押してみないと壊れてんの分かんないと思う歴史が残した船井さんといえば急にさ歴史の質問きたと思ったらさ <laughs> アガサのセリフか <laughs>。 一旦考えたわ <laughs> え歴史が残した船井さんって何って今一瞬思ったもん <laughs> なんだっけそのセリフの続き歴史が残した船井さんといえばいえ私がしたいのは歴史の話ではありませんだったね捨てられたランドセルもいると思うあーランドセルはあっていいかもね捨てられた <laughs> <laughs> 捨てられたって言われるとちょっとかわいそうなんだけどそう配信してる1月も今日で終わりなんで <laughs> さっきなんだっけインスタと何に載ってるって言ってたツイッター あ、ツイッターには載ってないんだ。ストーリーだけ。あ、ティックトックか。あ、なるほどね。アイポットで見てみようかな。強制力を持たない自由研究と反強制的な読書感想文。 あ、そう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 確かそれ難しかったんだよね最初覚えるのなんか「自由研究と読書感想文どっちがどっちだっけ?」って TikTok 見てみよう。 えなんか iPad 久しぶりに開いたから iPad で TikTok 久しぶりに開いたからなんかよくわかんないアカウントがないみたいなの出ちゃった不純調べよう不純 え、本当だききあ,あれ動画だすごい本当だい,いえ私がしたいのは歴史の話ではありませんただ歴史が残した負の遺産といえばあここで言ってんのあっ夏,夏,夏休みの自由研究だって強制的な夏休みの読書感想文私にはまずこの2つが思い浮かぶのです 申し遅れました私はこのステラマリーナ女学園の生徒会長であり、高等科3年、星組のクリステアガサ。私は今、この古びた図書室の中、突如起こったミステリーに胸を弾ませているというわけなのコメントにさ、セリフ「イグ長いなって書いてある。それな。<laughs> それな。 この図書室からほとんどの図書がなくなったのだからあ、ここで終わりですね1年以上も前のこと古き良き時代があったわけですごい動画出てたんだ再投稿しようでも配信中にさ,さすがにティック投稿は開けないよねなんか止まっちゃいそうだよね 今は今はアガサじゃないけどからオーディオです <laughs> えー、<noise> アカウント帰ってきたかなあアカウント帰ってきた自分のよかったよかったよかった。

もし次「0002」やったら「長ゼリフ」を誰が言うのか楽しみあそっかあれかなんで投稿されたんだろうって思ったのかあらさあ6日6日のイベントで。 喋るからか映像を振り返るって書いてあるからそのためかこんばんは今日も来てくれてありがとうございます 例えばね、あのう、ー、私物プレゼントも全部決めた。ようやく決まった。すべて。<laughs> この頃のメイク。あ、不純。あ、もともとね、不純はもうああいうメイクだったの、最初は。 でもなんかうんとねいつからだったかななんか胎盤とか出るようになって薄くなってってどんどんそう変わってったでもりあのや闇メイクみたいな好きなんだけど純の結構なんか公演の時はあのメイクにしたいなまた。 ももうでも自分でやるのは、自分でやるやり方わかんないんだけどさ。あの濃いメイク。自分でやったらなんかちょっと失敗しそうで。あのメイクの方が好き。ね、いいよね。わかる。あのメイクね、結構、あの、最初の頃はさ、怖いって思ったけど、今思うとあれ結構、漏れるなって思う。顔も。 始末プレゼント欲しい頑張ってゲットしてね <laughs> そうだねでも自分でできる子もいるんだけどメイクあのメイクあそこまではできないかも理はまずあの濃い色のアイシャドウを持っていない赤っぽい 舞台だとあのぐらい濃くてもちょうどいいと思ってます。そうだね。それはね思う。どうかな。でもさ、ゼンゼロゼロゼロ一もここまで濃くなかったもんね。あの公演で濃くするかなって思ったけど、濃かったっけゼロゼロゼロ一？なんか忘れちゃった。どうだったっけ？アガサの名前のテロップ出るときの効果音。ポンって音？全員の紹介の時になるあの音。 だから自分はあのポンって音が鳴ったらメンバーの紹介をしてたあのセリフ長いじゃんでどのタイミングでっていうのはあの効果音で撮ってたねタイミングポン「風飛び空メリー」とか <laughs> あっ「001」がミメイクじゃなかったかやっぱそうだよねなんかそこまで僕したい覚えがなかったからさ そうだよ、ね、ゼロ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 ぐらい濃くていいのにお腹ががにニョんってなった。 でもそうあれ6日まで何言っちゃうの今日から1234567あれ全員分間に合うのかな1人ずつやってたら間に合わないね多分。 彼たちちゃんと復習していますかって書いたリオは結構復習したけどねゼロ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 そろそろ一も見たいけど この前のさこの前前さ、一昨日だっけあれ昨日だっけ不潤のライブ一昨日か。特典会した時にさあのー、初めて来てくれた方がいてそこでも「あの、九潤の世界観好き」とか曲が好きとか言ってくれたからあの、舞台の動画が YouTube で見れますよってめっちゃ勧めといた桃と一緒に。 もうが言ってた。何しで調子に合わせてくるのかもしれない。そうだね。確かにそうかもしれない。 結構不順で調べるとさライブの映像もさ意外と出てんだね懐かしいこの×の衣装。 の衣かわいいよねなんかお人形みたいじゃないなんかなんだろう どこ行ったのあるんじゃないあの、衣装そりゃでも、着ないねこれりょうのすりゅうの…りょうのすけさん て読むのかな。 闇メイク好きだよリオもでもね今はねやってないねやりたいけどまあ確かに台湾ライブってなったらあれかもだけど「レギュラオリオンズ勝ち申したやでクソギリおっよかったよ勝てて <laughs> おちょかり。 でも5月には美咲ちゃんになってるから物理的には我が子はその先になっちゃうそうだねそうだね確かに。 あ、でも不純のそのイメージとかは渡辺さんじゃない多分考えたの <laughs> ワックさんは楽曲だからね話聞いてたけど『0 0 0ゼロメイクはアイドル目当てで台湾に来てる初見には優しくないよねそうだねやっぱそういうのもあって変わったのかもしれないね分かんないけど タイの時はまだ濃かった気がするメイクねえ次濃くしたいなメイクいや前回も言ったんだよりよ0001の時もあの最初のメイクに戻したいって言ったんだけどなんかダメだった <laughs> 最近変わ,変わったからみたいなそうダメだったんだよね そう松隈さんとかもそう楽曲だね。不をプロデュースしてくれてる方がメイクとかの方向性とか不純のイメージとかを決めてくださってる三浦さんもうんあ三浦さんもでもそういうのには関わってると思うよあのイメージ。 楽曲とかじゃなくてねあでも舞台中のさミュージカルの曲あるじゃんああいうのは全部三浦さんがさ歌詞とかやってる「ネープルシロップ」とか歌詞っていうかまあセリフみたいなセリフと歌詞みたいな1月終わっちゃうねほんと あっという間すぎてやばい直見です初めまして来て,来てくれてありがとうメイク濃くしないと高速違反にして逆にね <laughs> 不純だからそういうのもありやっぱさ脚本三浦さんじゃんだ脚本に沿ってさこう曲っていうか その曲の歌詞もさ書くからさ多分三浦さんが全部あの何舞台演技中演劇中にある曲とかは三浦さんだね歌詞っていうか、まあ、セリフみたいな感じだけどせり歌詞「ティロリロリン」はあがさ <laughs> どういう経緯でああなったっけね あ、でも三浦さんとかのアドバイスもあったよもちろん「指メイク好きだけどアイドル好きアイドルメイクの方が好きだからニーズに合わせたのかな?」うん多分それもあるかもしれないそれもあると思うやっぱうんやっぱ怖いと思うしね初見さんはあのメイク「あがさちゃんだけ天才でした」<laughs> そうなの天才なんよー <laughs> そこは生徒会長権限で結構ね校則変えたいところいっぱいある実はネイルと <laughs> ネイルとあとみんなは髪型とか髪色も変えたいと思うからそれとあとメイクだね <laughs> やばいさすがに変えすぎて。 帰れないけど <laughs> 経費経費とかじゃない <laughs> 経費軽減とかじゃないよ <laughs> だって自分でもさやろうと思ったらできるしメイクさんも好きって言ってるんだけどね言ってくれるんだけど、ね、私も前のメイク好き いやちょっとネイルに関しては本当どうにか生徒会長頼むって感じなんだけどね <laughs> やっぱジェルネイルしてるとさあのね取りにくいね除光液であのさいや取りやすいところはツルツルの部分はめっちゃ取りやすいのただパーツつけてるところに残っちゃうんだよね埋まっちゃって。 黒が残っちゃうそれがねすっごい取りにくい毎回ネイルくるんですの大変だもんねそうめちゃめちゃ大変なのなんかそろそろガチで黒いガムテープを一回貼ってみようかなってめっちゃ思ううんちょうどいお家にあるからさ試してみようかなって思ってんだよね <laughs> 黒以外なのうん藤尾はね黒以外ダメなの、うんはね、黒以外ダメなんでだろうね <laughs> 手袋してたら見えないんだけどさいやまずジェルネイルしてるからさつけ爪とかもできないし最近つけ爪とかも流行ってんじゃん。 ネイルできない子ジェルネイルしちゃいけない子がお休みの日だけにネイルを可愛くするためにつけ爪とか最近流行ってるけどで結構ジェルネイルパーツつけたりするからさ上からかぶせても絶対に取れるんだよねいやそうなのアガサちゃんも手袋しようそうなんだよねあの指見えてんじゃんアガサの手袋ってあれ可愛いんだけどねレースで。 すごい可愛くて好きなんだけど指見えないでほしいそしたら爪見えないもんねガブテープやってみてほしい気づくかどうかやりたいえそうなんだよいや多分バレない気がするんだよねいつかやってみるねえ絶対バレない自信あるななんら特典会ない人か絶対バレないと思うんだよね特典 <laughs> 会はちょっと近くになっちゃうから距離がねあのもしかして爪をしっかり見てる方がいらっしゃるかもなのであの、バレちゃうかもしれないけど きっといけるる気がする <laughs> でも逆に大変なのかなあの爪のサイズに切ったりしてさ爪まで見てないなこの話しなければ絶対気づかなそっかリオが今この話したところでちょっとみんなのみんなの視線が爪に行く可能性が <laughs> やばい。 生徒会長と思えない発言すぎるうんそうだって今はリオリオだからね <laughs> いいのよ <laughs> 生徒会長とは全く縁がない人生だったんでね指サック指サックやばいえ絶対え取れるよねあれえ指サックってさあれだよねわかるよ本とかめくるときに使うやつでしょ 絶対飛んでくじゃん、んあれ飛んでくよね得点会もグーでやり過ごせばいけるよいやそうあの生写真渡すじゃんダメだよ見えちゃう爪どう,どうしてもドラえもんの手でいこうと思,思っても無理だね隣の相方に渡してもらう <laughs> <laughs> 多分その中の人中の人うんあの自分以外にもジェルネイルしてるメンバーいるんだけど結構リオもいつもキラキラで可愛いののしちゃうから不純ってなるとその世界観が崩れちゃうってなって多分黒に統一したんだと思うよ爪最初。でもそれが今となってはめちゃめちゃ結構大変っていうことに気づいたね。 かといってずっと黒いジェルネイルをするのはちょっと私服とかと合わないしジェルネイルにしようと思わないけどでも舞台期間の時はちょっと迷ったよねやろうかう。 でもね知ってるよどういうものかは知ってる普段黒煮入れてたらちょっと怖いかもそうだよねそうなんかね、まあ、黒い服着てたら合うかもしれないけどさそれ以外の服着てる時にちょっと浮いちゃう感じがあるよね。 手袋組はネネイイルルししししててなないいいいららねねあそうなの逆にねそうだからね <laughs> 交換してほしいいつもね言ってた「ないものねだりだね」って言ってたでも逆にそれこそみーとかにみちゃんとかりおもそうだねネイルしてて「手袋だったらね」って言っててでも手袋組は「マイクとか滑るよ」とか言ってたから「ないものねだりだね」 いいな手袋手袋にしたいなああ、ね、ベスねそう思った思ったあの、ブレスレットだけだもんね <laughs> 寂しめわかるわかる みさはね大丈夫だった。なんならもうみさかの色に合わせてっちゃったもんよ <laughs>。確かに滑り止めね。あ、でもなんかマイクの方に滑り止めをつけてた確か。みんな本番あの舞台期間の時だけ。うん。 の台湾ライブだとさそれができないけど自分たちの公演の時はできるから滑り止めつけてる子いたよアイクの方にね今つけてるさ手袋のさ指まであるやつだったらめっちゃいいんだけどね指が出ちゃってるから。 <laughs> 指もあれ隠してくれたらすごい良い池袋でオリオンのポスター見てきたよお事前に <laughs> 事前に見てきたのかなありがとうね見てくれて嬉しいよねずっと置いてくれてるのありがたいこんなに長く置いてくださると思ってなかった ああいう駅の広告ってさ割と1週間とかでなくなったりする時もあるじゃんだから最初はさあのいついつなくなっちゃうんだろうって思ってたらこんなにも長くなんならもう1年経ちそうじゃない お疲れ様ですどうも隕石のような気がしてるあそうなのえもう見たってこと <coughs> 期間長いといくらか割安にはなるんかなえ逆にそうなの逆にそんなことある長い方が嬉しいけどねやっぱ駅広告って結構見るじゃんみんな。 嬉しいよ、ね、<laughs> あんにょんこんばんはねっアンバサダーっていうのもあるのかもしれない確かに CM 撮影ちょうど1年前ぐらいじゃなかったっけあそうそうそう1月に撮ったうん めっちゃ寒かったの覚えてる凍えたね <laughs> あれ一緒だと思ってたからびっくりこいたあ、三人のやつ赤の 一応衣装だけどまあなんか私服風衣装みたいなねいやでも私服では着れないけどねあれ <laughs> みんながみんなで持ち寄った衣装エやギタしてよ <laughs> いやエアギタあれ恥ずかしかったからね 恥ずかったからやりたくないね無音 <laughs> の中でのエアギターはちょっとめっちゃ恥ずかしかった一人でエアドラムエアドラムかいやもうどっちもどっちだな <laughs> まだドラムの方が経験したことあるからうまいかもそうそうめっちゃ早かったあの撮影あの暗い時間に出た家そうは 暗いって思ってて思ミクサーついた時も暗くて「ニアドラマ空気イスつらそう」え「え空気イスしないしない」<laughs>「立ったままだよ」「本当だったら空気イスまでやんなきゃいけないんだけどね」<laughs>「思ったまさか椅子までやらなきゃいけないとは」 草のやぎと素敵だけど、よかった、なんかいい感じになってたよね。よかった、よかった。そこまで考えてなかった。でしょそうだよね <laughs>。も考えてなかった。<laughs> 立ったままのイヤドラマ甘えだよ。い <laughs> <laughs> ける。さあ、すいません。甘えでした。そうですよね。 ループってる、本当に。なんで。あ、なんでもない、あ、よかったよかった。え、豚汁作って、持ち入れる、いいね。でか、お餅食べたい。いいなー。お餅食べたいわー。ゆうてりお、お正月あんまお餅食べてないかな、お雑煮ぐらい。本当に。 んにお餅めっちゃ好きなんだよね実は実はじゃないか知ってるかお餅ないよお家ちになんかお,お餅ってさ太っちゃうからさなんか普段、あんま食べれない食べちゃいけないって思っちゃってなんかあんまり食べてないんだけどお餅お正月ぐらいしかがっつりがっつりうん食べる機会がないんだけどでもお餅好きだから食べたいんだけど いいなおもち食べたいこの前スーパー行った時もさおもちコーナーさ通り過ぎた時にえおもち食べたいって思ったね思って終わっただけ <laughs> ええ好きだよもちろん大好き大好きリオ四角餅ち派かな丸餅もちんま食べたことない そうお餅は太っちゃうからねうんま食べれない <laughs> 何もつけてなかったら親戚に普通に引かれたいやーうんいや引きはしないけど <laughs> つけた方が美味しいよと思う <laughs> お団子玉と違ういやお団子とかも好きてか白玉とかそお餅系めっちゃ好き普通に大福とかもだけどお餅のお餅が好きなんだよねアイスに入ってるお餅とかも好きだし朝からお餅重くないよ全然余裕だよ重いリオは重いとかないですから。 何でも食べれるからね、ちなみに確かにお刺身何もつけない方が怖いかもしれない <laughs> うんそしたらリオお餅の方が食べれる <laughs> 何もつけずに <laughs> そうだねお刺身は絶対お醤油が欲しいどうしてもリオはできればわさびも欲しいけど お醤油はいただきたいね。怖くないよ。<laughs> ええー、本当結構怖いけどな。<laughs> 甘いよりしょっぱい食べたい。お餅。お餅ねー。甘いがいいかな。うん。 どっちでもいいけどねあーお汁お雑煮とかいいねえお雑煮とかも結構何年も食べてないかもよく小学校の時さ餅つき大会大会じゃないかな大会ではないけどなんか餅つきイベントみたいのあってさ学校に行ったら お餅食べれたのよめっちゃおいしかった月きたてのお餅がきな粉とかおいしかったな初見勝ちではってなったいやびっくりするよねリオ周りにいないからさ今んとこお刺身を何もつけないで食べる人出会ったことがなくて。 うちのお雑煮リオはリオはもうずっと言ってんだけど白味噌のお雑煮が好きでばあばがあの関西出身だから白味噌のお雑煮を作ってくれるの。ばあばは毎年2種類作ってくれるね。あの、東京風のおだし茶色いのさおだしの方が好きな人と白味噌が好きな人で分かれるから。 どっちも作ってくれるけど白味噌人気の方が高いかもうんいとこちゃんも白味噌のおぞん煮ばっか食べてるねりおも昔は2種類食べてたんだけど今はもう白味噌のおぞん煮が好きすぎてこっちだけでいいってなってるえっ わかるおでんにもねわかるりおでんで一番好きなのもちきんちゃくかもほんとにおもちき普通は大根とかだよねでも大根も大好き大根も好きだけどでももちきんちゃくね小学校の時コンビニのさおでんめっちゃ食べてて冬もちきんちゃくに入れてたねリオが買ってたのはもちきんちゃくだいえー、っと糸こんにゃく 牛すじとかかな大体もちきんは絶対だったねばばのうちでもちつき,きなかったっけあるあるそうそう昔からねあのー、おうちでもちつき機やってたねちっちゃい時からもちつき機面白いんだよね見てると <laughs> 最初だってさお米なのにさどんどんお餅になってくんだもん <laughs> しらたきいよねでねりゆずこしょう好きなんだよゆずこしょうもらってたもらえるんだけどさゆずこしょうももらってちょっとつけて食べてたなおでんいいねちなみにチーマネがおでん好きなんだよね <laughs> おでんん屋さん見てさ「美味しそう」って言ってて「てて <laughs> 可愛いってなったで「ここのおでん屋さん美味しそうじゃない?」って言ってて「確かにこんなとこにおでん屋さんあるんだね」ってょう会話した <laughs> みんな大好きチーマち終わりたいこの笑<笑>ウケる。 今度聞いてみておでん好きなんですかって理由でも最近おでん食べてないなそういや奥もチーまねとか言ってて笑ったわえねえねそれ思ったね思ったのえあのさこのルームだけじゃないのって思ったのえ <laughs> それ本当に思ったえどこで知ったのかなえ,えどこでえこ,ここから始まったよね <laughs> わかんないんだけどびっくりした みんなみんなのルームに広まってるのって思ったね分かんない分かんないそれはね思ったの受けるいや <laughs> 公式じゃないはずなんだけどね普通に <laughs> リオのルームだけで使ってるかと思ってたみんながあ,あと自分も言ってるけど最近は。 セブンの柚子こしょうおいしいえ本ほんとセブンの柚子こしょうちょっとわかんないかも理覚えてないな昔はファミマでおでん買っててさ小学校の時ファミマのしか覚えてないかも ウインナー巻巻ききと餃子巻きああなんとか巻きねコンビニおでん食べてる小学生って渋いな <laughs> ちなみにファミマなんかね近くの行きつけの公園があったの行きつけの公園の近くにファミマがあってだからファミマでご飯買ってたのご飯っていうかおやつ <laughs> スパイシーチキンとかスパイシーチキンの日とおでんの日 行き、ね、つけの公園ってちょっと変だよね日本語 <laughs> お,お店のように言う歳歳なの18歳ぐらい止まってるイメージえそれすごい言われるんだよねでも高校生ずっと高校生のイメージってでもねあの着実に年を取っててあの22歳ですね え、そういういことフォアチョコがツイートしたからそれを見てってことそんな本当にこれすごいね <laughs> やっぱみんな配信に言ってんじゃないのね多分そ、そんな感じするよ。 多分最近みんな他のメンバーの配信でも言ってそれでみんな覚え,覚えたんかな今思うとオーディオガラスの時にオンラインお話し会で「本物ですか?」って聞いたのに思えてた <laughs> また聞きに来てじゃあ「<laughs> 本物ですか?」ってもしかしたら偽物かもしれないし。 としとるたびに美人になってるイメージいやそんなことないよいやー <laughs> そう言ってくれて嬉しいよその頃行きつけのコメディーファミマやったいやあのその公園の一番近くがファミマだったのそうだからなんかねセブンがなかったかもその辺うんお家の近く昔さサークル K とかあったんだけどサークル K とファミマしかなかったんだよね 近くにサークル K めっちゃ懐かしくない <laughs> いつの時代だよ <laughs> やばいよねサークル K 行ってたよ <laughs> 懐かしすぎる本物ですかニ気になっちゃうじゃん <laughs> 確かに確かにね あいつの間にか奥のお気に出しついとめられてなりえる。あ、そうなのいつ,どいつの間にか。そうなのお気になっちゃってんの。リオがよく自慢してるからな。可 <laughs> 愛い,いよねーって。東海でコンビニといえばサークル系よ。あ、そうなのだからかな。サークル系いっぱいあった。 いやそうオンラインね電波さあ悪くてつながらない時あったよねでたまにあるけど今でもそれは本当に申し訳ないと思う <laughs> 裏でお得自慢してるのくさ <laughs> えよくねみんなの話するよファンの方の話するんだよ 前はルグチしか言われてなさそうえそんなことないよでもなんか最初の子とかって「イッシーさんってあの人?」とか言われたもんうんなんかイメージと違ったって言われるよくもっといかつい人かと思ったって言われたよいやりはいかつい人のイメージがないからさわかんないんだけど <laughs> いかついイメージとはって感じなんだけどさそう思われてたらしいよ <laughs> おされやっぱさこう不順になってさメンバー1対1じゃなくてさ2人2人でとかになるとさその一緒に得点会するメンバーのファンの方とも。 話すことができるからいろいろ知れて嬉しい聞いたことある名前の方をと喋れたりして 怖くないよね。さあ。<laughs> どうかな。<laughs> イメージと違うのわかる。そうなんだ。いや、でも。みんなイメージと違う。のはありそう、ファンの方同士も。 確か優しくね。怖がられてたけどね。<laughs> 俺に。恥かしいよ。メンバーわかるけど、チームの名前知られてんの、おもろかった。え、違う。あのね、本当に話すの。<laughs> マネージャーさんとかとも話すからさ特にオンラインとかとしてるとかとしてる,しと,かしてるとさ、うん、<laughs> 僕は名前でパリピだと思われること多い。 あーまあま確かに「ウおわおイエイ」だもんね <laughs> 確かに「俺がやってる仕事は音量的にイメージと違う」って言われそう「えっ何してんだろう気になるかもそれは」いやでも結構でもお仕事とかってイメージ違うことやってる方多いかもしれ多いと思うけどね意外とあれ結局何だったんだ その話めっちゃおもろいえっそうなんかなんだ,なんだっけねなんか「絶対なんか嫌われてると思う」みたいな言って怖い怖い」怖いって言ってて <laughs> えりょうが「全然怖くないよ <laughs>」みたいな話して <laughs> あそうだなんかライブ中に隣の人と喋って悪口言ってるのかもしれない悪口言ってるように見えたみたいな言ってて。 <laughs> そんなわけないじゃんって言って <laughs> 面白かったかわいい<笑><笑><笑>なんでたーちゃんフォローするのがみーじゃなくてチョウなんだえなんかその時 二人で、二人だったんかなリオと思われ分かんあ違う二人ではないか忘れちゃったけど <laughs> ライブで笑ったからみたいなやつでしょそう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  隣の人俺で巻き込み事故くれたわああ隣の人だったんだ <laughs> そうだったんだねライライライ難しいのライライライ曲すごい難しいうんでも多分慣れてきたら大丈夫だと思うやっぱまだあんまりやってないからさ難しいと思うけど まあた,たまにオリオンズだと思われてるしええかあそうそれこそ我も言ってた「オリオのファンかと思ってた」って言ってたよ分かるもんだね分かるもんだね何が何かなどんな曲うんー難しいお面白い <laughs> 今出てる ワードなんだっけねメンバーが言ったワードで言うと「盛りだくさん」だっけ愛梨も言ってたかあそうだったの知らなかったそうなんだ愛梨も言ってたのねうん あれじゃんだ,だってさあのさ不純の時白いペンライト振っててくれたじゃんそれもあるんじゃない違うかな言いませんよ利用はポロッとねポロッとなんてしませんからね 裁判の紙手側ペンライト白多すぎ白すぎ白,白すぎ <laughs> 紙手側ってどっち左左かな左だよねきっと白すぎ <laughs> ステージから見て左あ、そうだよねステージから見て左だよね ありがたいよ、みんなやっぱ上手に行くんだねみんななんか白ペンダ集まってくる集まってくる下 <laughs> 手いきがちなんだでなんあのさどの曲でとかあるのみんなはその位置決める時。 全体的にこっちが多いかなとかそういうので決めるのそれうからこんな曲はここに来るからみたいなのはあるのかなどこにいても楽しいからどこでもいいおいいこと言う <laughs> そうだね 一月ありがとう二月もよろしくねあ本当だもう二月になるよろしくねやばい二月になったらあと四日しかないロンドペアになるとこの位置で自分は下手にしてるあそうなんだ。 へーあてか最近ロンドやってないねね、あそうだそうだそうだ言いたかったんだけどさ最近ディスティニーさやってくれてるよねあの一列になってさあの腰に手やってさゆらゆらするやつあれさいいつもさたまたまあの目の前アガサの目の前でやってんだよねたまたまなんだと思うんだけど 毎回やってる方があのそこの位置にいるんだよね目の前にいる <laughs> めっちゃおもろいんだよけどあれめっちゃ好き <laughs> ああそういうことだかうん基本下手だからその位置だからか毎回見る毎回見かけるもんって思ってた 毎回見るこの景色って <laughs> あれ毎回上手からあ間違えた下手から上手までつながれないのか悔しいねえいつかつながれたらめっちゃいいのに <laughs> 完全体になってないいつも3人ぐらいだよだってね <laughs> 短め短めだよまだメンバーの人数にもあの 届いてないから頑張ってね <laughs> でもあれすごい面白いよあの時ステージ見てないからどんな顔してるかわからんえ結構ね笑っちゃってる実は <laughs> 実は結構笑顔 うざ混ってくれれば8人あ、そうなのこの前ライブ8人だったからじゃあぴったりだったねめっちゃ笑われてるよ言い方言い方言い方がちょっとあれだけど楽しませてもらってる。 逆にもう最近やってくれないと悲しくなっちゃうかもしれないもうあれがあれに慣れちゃって <laughs> 楽しいからあない時悲しくなるかもしれない 本当に面白いんだよ <laughs> でもあれメンバーさあれやってる時ステージの方顔やってるからさみんなもこっち見えるんじゃない頑張れば。真、まあ、下向かなくても。 アガサちゃん欲しがりだなねぇほん実はね <laughs> ね見えるはずだよねこっちをこっち見てるからいつも でもさ想像してみたんだけどこっち見てたら逆になんか面白いかもしれない <laughs> それもそれでどっちにしろ面白いんだけど <laughs> 気まずくはないんだけどさめっちゃ面白いと思うんだよね <laughs> ただでさえ笑っちゃってるのに。 あ,あイースト確かに高さあるねちょっと上向かないといけないから難しいか <laughs> こんばんは <laughs> 今日さ この前のの前ライブ映像を見てきたんだよあの毎回ねマネージャーさんが撮っててくれるんだけどさ <laughs> ボールボール事件 <laughs> 本当にあのさ位置間違えてるようにしか見えなかったアガサが1人だけ <laughs> 最初次何だっけみたいな聞いてるようにしか見えなくて <laughs> やだー本当に <laughs> マジ見たすぎる焼やけるよ スが取りに行ってさ、みんなで渡してくれてガチでそれえねねねね恥ずかしい受け取らなきゃって思ってさ振り向いたらなかったから焦ったり由もそうだよね話してる内容聞こえないとねじゃあマイクで喋ればよかったかな <laughs> さすがにやばいボールが蛍光の黄色だからめちゃめちゃ目立つし持ってるの。 本流的にお蔵入りにしたいうんお蔵入りにてまではいかないかもだけどちょっと恥ずかしいね、あれは <laughs> アガサちゃん珍しくやってるなって思ってたう <laughs> そうだよねそうだよね <laughs> なんかもうそれにしか見えなかった、自分も ボールで伸ばしたけどギリ届かんかとえ、ギリあとちょっと頑張れば届いたの <laughs> 結構あの上目に投げちゃった結構カラーボールって軽いからね 5メートルぐらい腕伸びたりけた。ルフィかな。<laughs> 次グローブ必要な <laughs> 次っていつ？<laughs> ストライクゾーンに来れば打ち返せたわ <laughs> でも打ち返されても困っちゃうけどねまたまた打ち返さないといけない打ち返せない投げ返すか そういえばさこの前さあのフリー動画を探してたのねそしたらさ「好き好き」の時にさ撮った個人 PV 覚えてるあれがさフルで出てきて見れたのよ。あの多分今は YouTube でしか見れないんだけど CD 買った方の特典で全部見れるはずなんだけどあのそう「カットバせ大森」が出てきてさ見たのねめっちゃ恥ずかしかったなんかねえ <laughs> 今だからなんだけど今さいっぱい舞台とかやって演技とかさあの勉強しだしてさ分かってきたけどめちゃ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 に演技下手くそすぎて自分。やばかった棒読みすぎて めっちゃ恥ずかしかったねあれやばいあれ見るほうまずいえっ <laughs> にやばい高橋も出てくる古川あそうそうそう高橋出てくるねそうえ今ですかめっちゃ好きなのえそう今ですかのとことか本当にウケるよあれ本当に面白いやばいもう恥ずかしすぎたねとにかく応援歌みたいなあねあれねそうだね 監督さんが。考えてくれた <laughs>。結構いいよね。めっちゃはず。でも結構なんか。いい。なんか面白いお話だよね <laughs>。人にメンバーによって全然違うじゃん。 TV のさ方向性がなんかちょっとドラマっぽいなんかリオは結構さドラマっぽいっていうかそうなんか物語系でさ13月やる前やる前かな「好き好き」やる前のあ待ってどうだったっけ うん他かの人のも見たくなってきたわかるめっちゃわかるなんかあの頃はさ全然演技とか分かんなくて普通にやってたけど今思ったらやばかったね 初々ういういしいというかなん,なんというか <laughs> 今だったらもうちょっと感情込めて言えるかなって思った <laughs> でも YouTube のおすすめのやつねあのねフルじゃないからねすぐ終わっちゃうのそう。 アンコールもさ2パターンだっけあれ PV に出てくるのって自分の応援歌とさ高橋に向けて歌うのと2パターンだっけ 3, 3回ぐらい言ってた気がするんだけど2回だったかな リオはさ、自分のさ応援歌の方しか覚えてなかったけどさ PV フルで見てさあっ高橋に向けてもあったんかって思い出したね <laughs> 月変わっちゃったけど1月のやつまだ表示されてるから非常に投げたい1月のやつってなんだろう今日ずっとラジオ、うん 今日ちょっとラジオかな自分に向けての本覚えてる歌詞ねそうリオもねっ公式ストーリー見た見た復習してますかって好き好きの c d 探してみるか探してみてある さあめっちゃ面白いのがさこれも前喋ったんだけどさ高橋役の方がね「大森」って呼ばなきゃいけないのにさ「高橋」って言っちゃったやつ <laughs> めっちゃ大爆笑だったんだけど <laughs> めっちゃ面白かった <laughs>「高橋」って言われた <laughs> ウケる。 まあそのさ、その方もさ本名じゃないからさ高橋が <laughs> もう間違えちゃう気持ちもわかるが <laughs> それなこれ何回聞いてもおもろいえねえ、めっちゃおもろかったんだよね「おもろい」って言わなきゃいけない「高橋」って「え、高橋はあなたね」って <laughs> 気持ちいいで <laughs> めっちゃウケる。 動くギフトのこって、動きぐ、う言えなかった。動くギフト。一月の。<う>オール呼びかと思った、そっちか。あ、そのオール呼びじゃない、全然全然。ちゃんと突っ込んであげた。いや、わかんない、突っ込んではないけど、ただただ爆笑したのを覚えてる。 面白い しかもあれさ、なんだっけバッティングセンターで撮影してさ超かっこいいホームランを打ってる打ってるように見える <laughs> 正しくは。 この配信終わっちゃったら消えそう消えちゃいそうであそういうことか私厳しいなら別の投げるええー、<laughs> いやそうだなちょっともう顔があれだからな今日 <laughs> メイクしてないだけだけどいつも通り。 確かにね確かに大森ってそう思ったら柔らかいねカットバスオイリオってオイリオ選手役いやなんかね選手役じゃないなんだろうね選手役じゃない野球やってんのは高橋の方だからうんじゃあ別に何しとくうん そうする <laughs> そうするとか言って <laughs> マネージャーだったんかなあれって確かにえなんだろうどういうマネージャーかなんか幼馴染なのか なんだろうね設定、うん、このゲストはご利用できませんって怒られた <laughs> <laughs> そんなことあんの <laughs> そんなことあんだメイクしてなくても可愛いじゃないですか 可愛いわけないのよ。たちみたいでいいやん。ああね。確かにそういう感じなんかな。なんかでもなんか青春って感じだった。よ青春って感じの P V だったね。あれ今もうフルで見れたのにいいね、ユーチューブとかで。 いや、でもちょっと演技がポンコツだから恥ずかしいか成長できたかな <laughs> 成長できてたみたいでよかったわ <laughs> どっち知ってるのいや物語系はあんまり分かんないんだけどその曲とかめっちゃ知ってるしって感じかな今だから逆に見たい <laughs> えやばいよもう大爆笑だよ本当に配信終わったら DVD D で見てる見てみるお見つけたのね <laughs> やばい笑われちゃう <laughs> 個人 PV のお話です ラスしの時の「好きで好きでしょうがない」の時に出たてか今思えばすごいよね全員分の PV をさ作ってもらえたのすごいよねしかも一人一人ね監督とカメラマンさんが違くてそううん「ラスしゃサバイブでも歌ったね歌ったし何かモノマネも入れちゃったし <laughs> 演技が上手すぎるとストーリーとか相手役もしっかりしないと逆にお竜が行く可能性もあー確かにあでもその時はお互いにぎこちないから演技が <laughs> ちょうどよかったかもしれないねじゃあ。 かかったかもなこの話題になった時からそれ思ってたサバイブの話あ PV の話あそう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 すごいよねあれほんとにすごいと思う全員 違った感じで何分だったかなあれでもぜひ見てほしいわでもリオ自分の DVD D は妹の部屋にあるんだよね サンプルの切れ方もムカつくほどうまかったの。あ、そうそれな <laughs>。そうそれをすごい思う。続きが気になる系だよねめっちゃ。その時がげは初かななんかでもそうかもね。ちゃんとした演技はその十三月の女の子の映画。 映画が初めてがっつり演技する機会だったんだけど今思えばこれも演技だよねそう初初お芝居は13月の7日の映画撮影なんだけどそっちだったかなタイミング的にどうだったかなそろそろ寝るね1月ありがとうこちらこそ2月もよろしくね でも13月の女の子の映画もどんな演技してたか忘れちゃったまだそっちの方がマシかなって思ってたけどそうでもないのかな今見たらちょっと気になってきたごめんけど先生の記憶しかない。 みんなみんなそれ言う先生の記憶しかない竜 <laughs> の演技の記憶は <laughs> でもあの映画撮影も楽しかったよ結構なんか初めてだったしあのー、なんか泊まり込みでさみんなでさ 旅館みたいなところで泊まって次の日朝から撮影とかで終わった後にみんなで焼き肉行ってさあの食べた牛タンがめっちゃ美味しかったの今でも覚えてる <laughs> 映画着こちないそりゃそうだよね初演技だもんそうだよ初演技でうまかったら。 才能じゃん <laughs> めちゃめちゃにえ舞台もぎこちなさそうだったけど初舞台だしできてたちゃんとあ <laughs> 急に拍手パチパチパチ何の拍手かと思った。 おなんか空いてないんだけどね今は舞台良かったの拍手かと思ったどの舞台さすがに13月の見てた見てたのって誰から <laughs> ってことは津田さんと会ったことあるってこと津田さんはだからの映画撮影で。 ご一緒したよ十12月の舞台よかったね <laughs> ね良よかったね <laughs> あれねブルーレインいつまでだっけそういえば買わなきゃ危ないこうやって後回しにしてると忘れちゃう と聞くと、上様ってなる体になってきた、嘘。<laughs> 初からそっちに。変換されるようになった。<laughs> 舞台が初恋オリオ。ん。初、ん。初オリオだよね。だけど、初舞台と思えない。って言ったもん。うん。嬉しい。 ブルーレイ注文したか記憶にないブルーレイ注文してないやっぱ多分注文してない方いると思うよ <laughs> 同じくなんかさ期間がまだだとさまだ大丈夫ってなっちゃうじゃんねリりゅうもそれだったからちょっと危なかったもう2月になるし覚えてるうちに予約しとこうねやっぱ忘れてたよねりゅうも忘れてたそう2月の末だったねまさにそれまだ大丈夫だってだよね同じだよ 二 <laughs> 2月末までなら初回限定あそうそうなんだっけ定点もついてくるんだっけ確か2月末にまた教えてねなんでなんでよ <laughs> なんでそんなギリギリにカウントするの <laughs> もう今言ったからさ覚えてるうちに注文しとこう <laughs> その頃になったらリオももうさすがに言うの忘れてるかもしれない 自分はっっったてって思って <laughs> いやいよいよもうね2月になったからすぐだよきっと1ヶ月経つのも <laughs> ギリギリでいつも生きていたいから <laughs> いや まあ、いやでもギリギリじゃない方がいいと思うねこれに関してまあ期限期近づいたらふみちゃんが教えてくるからあんまあ確かにその可能性はあるみんなふみちゃん頼りにしちゃってで最近さアサルトでさ何だっけ次に向けてさ質問出してるじゃん質問クイズクイズ出してるけどみんなやってるアサルトリリークイズ今2問目だっけ リオはどっちも正解した <laughs> まだ初級編かスモール級だった <laughs> スモール級スモール級これどん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 上がってったらアルトラ級やばいじゃん <laughs> 絶対に やっぱそうだよねそうだよねブルーレイ予約してきたおお仕事早いさすがっすねそういやサングリホン買ったでおっやるーあれいいよね一人一人のさサングリーズルのこと知れるし僕はサングリホンを読んで教えてフミちゃんに質問するんだ <laughs> えでもしてたよねハンナの質問してなかった なんで着物着てるんですかみたいなしてたよねで、見た気がするミサカのことは質問しないの <laughs> めっちゃ追イー見られて笑う。え、確かにえ、確かにとか言ったけどそうだよね <laughs> な、なんでだっけなんか見た 現地でブルーレイの予約かと思ってグッズ列並んだけど違ったああそうだったのねそうブルーレイはねそうネットでねねどんなクイズ出るんだろう楽しみ <laughs> んじゃあ5問ずつってことはあとスモールが5問出るんだね間違えた間違えたあと3問かあと3問だ2問出たからあと3問なんかもっと理解した上で質問した子よさそうや <laughs> すごいしっかり <laughs> 真面目に。 あでもさすでに出てる質問とかはさあったりするだろうねでも見逃しとかさあったりちょっと前にさかの質問ふみちゃんに拾ってもらえたよえりゅう結構ね見てるよ皆さんのふみちゃんが答えてくれてるさやつ美咲の質問とか結構あるからさ見てるよ <laughs> 22分前にも出てるね三坂とウカがウカさんはガーデン卒業ガーデン卒業後もなるべく三坂さんといられるような進路を選ぼうとしていたりするのでしょうかおそそらくそうだだと思いますねだって <laughs> サングリ本読む暇がなないよなまあ確かにあれ時間かかる確かにそうね長いからね結構一人一人一日一人とかにもしても時間かかるよね確かにあれだけ解答してたらかぶってるのもありそうよなうんなんかある気がするよ お台場迎撃戦すらやめてないやあ <laughs> あれこそ時間かかるねあっちの方が時間かかるよ <laughs> お台場迎撃戦ねではあれ今度お家ちに持って帰ろう,うパパもさすごいハマっちゃってさなんかこの前なんかネットで読んでたんだよねそのお台場迎撃戦のなんか長いやつでもこの本と一緒の やつなのかアサルトブンダーだっけブンダーと同じなのかわかんないけどなんかリオが持ってるアサルト系のやつ全部渡そうと思って <laughs> ってさこの前妹から聞いたんだけどさ <laughs>「パパめっちゃハマってるよ」って言ってて。だってこの前さ、ななんんだっけなんか なんだっけフィギュアみたいな買おうとしてたよとか言ってて「えフィギュア?」みたいな「そんなのあんの?」ってなったもん誰を買おうとしてたのかは知らないけど妹から聞いたなんなんな,なんかよくわかんないけどさ <laughs> 一体何を買おうとしてたのか「美 <laughs> 坂の」なんか出たら絶対買うじゃん <laughs> 坂のドールね一応あるよねそうあるんだよねでもねなんだっけ黒い制服の方だった気がするあでも違うのも着てるのもあったドールある美坂ちゃんねリオも欲しいなドール赤い衣装の方欲しいせっかくだからパーツしかなかったんだっけあん時はそうだっけ この前欲しいドールちゃんも持って帰れない <laughs> 持って帰れないねさすがにあヘッドパーツだけだったのねなるほど それ私物プレゼントにしてほしかったらどれどれどれみさかのドルりおも持ってないよ <laughs> 体まであったらお前も危なかったやりお絶対買ってたわ <laughs> 欲しいって思った連れてくそれでみんなみたいにあのみさかちゃんご飯だよって <laughs> よく見るやつさかちゃんここがなんとかだよって <laughs> 見せていくの欲しいねいっぱいあるやねえ,えでもさそれこそさ みーがさタチャがめっちゃふみちゃん好きなの知らなかったって言ってたあんまりアサルトの話にならないって言っててさショールームでねみーがでリおよくさアサルトの話すんじゃんだから全然知ってたけどさ 今別に風味だけじゃねいよそうだねいろいろ好きだもんねでもアクスタアクスタ持ってるからさ <laughs> あんまりにさかちゃんちやほやするとあがさちゃんに怒られちゃうからさ確かに大変ね <laughs> みんな平等に連れてくのステーキ屋一択じゃ確かに ステーキ屋さん連れてかなきゃねにさかちゃんステーキだよってこことハタルームでコメントの内容違う全然違うし多分多重多たた多,多,多,多分二重人格よあそうなのちょっと気になるから今度遊びに行ってみよう <laughs> タイミングあったら。 違うんだまあ違うよねそうだまずふあの配信の雰囲気も違うしね基本的な質問で申し訳ありませんが美咲ちゃんって割と新しめのキャラあっそうだね舞台ではあの初登場だった一応あの百合ヶ丘女学園なんですけど美咲ちゃんは。 コメントの内容気になるなる全然違うど,どういうふざけてないってことかここではふざけてるけどみたいな <laughs> そういう感じかなそういう感じあがさちゃんお肉だよみたいな前言った時いつの間にかやらんくなったら「ねでっ <laughs> あれ結構好きだったよラーメンだよとか <laughs> いつも真面目だよ いやーどうかねー <laughs> そうかな本<当>ほんとあんま真面目なイメージないかも <laughs> 前はどこのルームでも真剣やな真剣真剣って <laughs> 真剣じゃなさそうだサングリンズル本マジで全部ネタバレだったえやっぱそうだよねなんかさ、そう、舞台で舞台前に出ちゃったらダメだった、やっぱり <laughs> ネタバレ これから忘れずにアガサちゃんに居付けするね頼んだよ <laughs> してねあとリオのアクスタゲットしたらリオにも居付けしてね3人にしてあげなきゃ大変 <laughs> そもそも最近ラスバル忙しくてあまり配信見れてないやばい <laughs> 配信よりラスバレあれだね記号句句の記号がラスバレになっちゃってラスバレの方が大きいんじゃない句ね今リオが何言ってるか分かるみんな句 <laughs> 句の記号あ <laughs> そうそうそう <laughs> それそれ <laughs> く、逆く、く,く真面目だからふざけちゃいけないルームでコメントしてないえーっともう一回読んでいい真面目だからふざけちゃいけないルームでコメントしてないってことはここはふざけてもいいルームって感じかな うーんとそういう感じかな <laughs> <laughs> なんかその絵文字ムカつくね三 <laughs> 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 3人に餌付けしてたら自分の分なくなりそう確かにじゃあ今度から2人前ぐらい頼んだ方がいいかもねちゃんと餌付けする分も考えてさ最近ちゃんと「餌付け」って読んでる 餌付けって読みそうになりながらも一旦声に出すのを抑え餌付け配信者もふざけてるしえいや全くふざけてないかね <laughs> 全然いつだって真面目です <laughs> やばいなんかこういうとこだよねこういうとこですね 付一発でで読めて成長感じるでしょああともう一個あったのリオがいつも間違えてたやつさ一発で読めたってさっき思ったんだよね忘れちゃったどれだったかなえなんかねあったんだよどれだったか忘れちゃったけどさうん忘れちゃったえ何かあったっけなんかね自分で突っ込んでないんだけど心の中で思ったのあこれリオいつも間違えてるよね確かってなったのあったんだよね 三人分用意できなかったら誰優先？で預けしたらいい。えー、っとね、大盛り利用かな。優先順位はやっぱ、<laughs> うん。よろしくね。 バリ様のの黒塗りの下衝撃的すぎたあっそれみんな言ってたねあのアサルトファンの方が言ってたツイッターツイッターじゃないねえっクスですかね。ちちゃんとミサカちゃんんといやーちょっと順位つけるのも無理だからもうそこはもう一緒ってことでもうだからもうどっちも。 準備できなかったらどっちもご飯なし <laughs> かわいそうだからセットにしてあげてりおまださ全員の,あの読めてないのよまだこれからの。 ゆっくり読もうと思うんだけどさ出演時出演ゲル解消のやつはね見た「ハラクエオイリオク」いよ「あがさちゃんまるで「みさかちゃん○○マルマル」でって感じあそう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 あの「たい」<laughs>。 タイだねタイだよねこれね一人前で3人で分けよっかそうだね一番平和かもねそれが。 でもさ、その3人だったら誰が一番食べそうって言われたらどう思うあアガサは小食草わかるねっオイかな千代美さアガサちゃん。<laughs> やっぱりリオなんかないやいや結構ミサカ結構大食いだと思うんだけどだいぶマジリオ勝っちゃってんだガチかいい同じぐらいかなって思ったなんならミサカの方がすごいかなって気持ちだったんだけど 孫悟空みたいに食べてそう孫悟空みたいにってどういうこと分 <laughs> かんないんだけどさ結構すごそう確かに食べてるシーン見れてないもんね確かにん <laughs> そカクねカクステーキが好きでもステーキってさヘルシーだよね部位によってはかでもどうだステーキってステーキだけ食べてたらヘルシーだけどね部位によるか赤身だったらそうだね焼肉よりステーキだね量は焼肉もステーキも好きだけどうん でも生き肉かななんかステーキはなんかすぐにななくなっちゃゃうんじゃんんじそれが理由悲しいんだよねなんかステーキってさ1枚食べて終わりじゃんあ終わりましたみたいなごちそうさまでしたみたいになっちゃうでも焼肉はゆっくり楽しめるじゃんいろんな種類食べてそれがね素敵それがいいのよ焼肉のいいところいろんなものを楽しめるおかわりしてやんで。 まあまあ確かにねまあそうなんだけどさでも焼肉だよねやっぱその網をみんなで囲んで食べるその雰囲気も好きだしステーキ切るよ <laughs> 切るよみさかちゃん勉強嫌いっておりょと一緒だそうなのだから本当運命感じてんだよねみさかに何か似てるとこが多すぎて嫌いなものとか好きなものとかさ お誕生日6月だけど22日22は一緒だしさ身長も近いしそうステーキはねそう最初から終わりがっちそうそうなのそうなのわ <laughs> かるこんな気持ち確かに焼肉屋さんでもステーキあるわかるわかるあるよねあの牛角とかさあるよね <laughs> アルミの上で焼くさステーキ あがさちゃん誕生日いつなんだろうねえそれ前も喋ったね「あがさちゃんの誕生日」ねえ結構でもそれはね最初の頃みんなで言ってたんだよねキャラの誕生日気になるみたいな「欲しい」とか喋ってたんだけどどうなんだろう確かによみちゃん <laughs> よみちゃんも絶対に大食いだ ほんとだね思い出したけど戦えるわ全然 <laughs> 結構似てるねそう思ったらよみちゃんとみさか リス月15らしいあそうそれはね調べたことあるそうねすごいお誕生日まで覚えてんのマジもう頭に入ってるってことすごいね。 アルミの上で焼くメニューにんにくしかないと思ってたあるある他にもお店によってねあるよアヒージョとかもある時もあるし愛ちゃんとみーしょおとな誕生日やそうなんだ へすごいねあこれ「らんちゃん」って読むのりおあいちゃんとかと思ってたずっと「らんちゃんだったんだ」漢字が本当に難しい事件アサルト ねえ漢字むずちいねいわ <laughs> かるそうは読まんやろってキャラ多すぎるねそれこそ美坂もそうだよみんなに定かって言われてたから本当に難しい。 なんちゃんはキイト様のことキータンって呼んでる子だよあ、そうだったんだねキータンまさかさだ <laughs> かって呼んでた人です <laughs> ねえむずいよね結構リオも 難しかったうららさんイコール千尋確定シールンでしたっけ確定してるって聞いてるのかないつん何が 何がかなしてるでしたあ、そうだよねしてるだよね。 ちひろうんそれはうんそうそうそうだようんなにななんだでも舞台ではコウの花だけどねまだ この花ですね。まあ、次どうなるかですね。続き。気になる。気になりすぎる。続きが。 こんばんはみさかちゃんがあれだけ千尋って言ってんだから千尋で隠れいいよ <laughs> いやそうだね、めっちゃ言ってるもんねあれは千尋だった <laughs> ずっと言ってるから千尋こうのないく俺千尋ってことですうん、まあそうだけど まだでもちゃんとね分かってないもんね物語上では <laughs> いやこれで人違いだったらやばいけどねほんと2回のまギ,ギにふ2回の戦いでまギに触れて分かったのとか言,言ってるから <laughs> あの見た目だけじゃないんだよちゃんと判断してんのは。 も美坂はもう絶対に千尋って言ってる平和になるといいなねえ平和になるといいね自分に似た人世界に3人いるもんねいる <laughs> いるねおもろいえでもどういう似たって さあさあ自分に似た人世界に3人っていうけどどのぐらい似てるんだろうねほんとにめっちゃ一緒なんかなほんとにもう超同じ顔が3人いるってことだとしたらりお出会ったことないりおうちゃんに似てる人まだ出会ってないやうーん同じくねないないる誰かみんな知り合いに 似た人に会ったことあるとかドッペルゲンガーはさすがに3連勝したよな <laughs> 何でそれでも本当にいるんかな Y 高校行けば同じ中学にいたよね 大学行けば同じ高校にいたよねーであそうって言われるってことよく言われるけど自分は会ったことないってことてこそれさ気まずいねなんか「同じ中学にいたよね」って言われてさ違うよって言うの <laughs> 本当に同じ同じの場合もそれある,けどあると思うけどさ 違ったとき気まずい気まずくない私も駅の向かいのホームで会ったことありますお互いびっくりしてたえ、何それドラマみたいガチで本当に会うのすごいそんな奇跡が起こるんだね面白え、でも向かいのホームってことはさ喋れなかったんだね そうだよね、きっと向かいのホームじゃなくて同じホームだったら絶対喋りかけちゃうわ <laughs> お湯に似てる人あがさちゃんと美咲さんまとゴデバさんあとは <laughs> それで言ったらめっちゃいっぱいいる人は良かったか絶対人違い <laughs> めっちゃ人違いされてるじゃんじゃあ <laughs> 気まずいね 違,う違いますって言う,言うのか一人暮らししてから親に地元に自分にいた人を4人見たって言 <laughs> 言い過ぎじゃない <laughs> ラブって5人もいたんだ <laughs> 3人どころじゃないじゃん あたやったことないけど、リオちゃんが見間違えたあたの偽物を言う。<laughs> 偽物。<laughs> いやでもね、その時ねあの、そうかと思ったんだよ。でも今思ったら違うね。違うかもしれない。うん。その時は雰囲気が似てたんだけどさ。電車が来て消えてました。あー、なんかよくあるやつだ。<laughs> よくあるね、そういうのも。 へ <laughs> <laughs> えー、でも気になるなそんなお互いびっくりしててすごい。電車乗らずにそのまま待ってたら面白かったのにね。<laughs> 袋で見かかけたのリオ本人だったのっないつそれ舞台期間とかミクさんの時かないつなんだろう似てる人会ってみたいね会ってみたいねわ分かる性格違うんだろうなって思うじゃあめっちゃ静かな子かリオが自分がもし似てる子いたら超,超人見知りかもしれない 私は大学生向こうは子連れの主婦でしたがあっそうだったんだへえフ <laughs> ちゃ千葉さんに示し示せはされてる似てはないやろママ似てる <laughs> 似てたの 袋の西口広場チャリティーかなんかでアイドルが歌ってあーあ,あのひりを声かけられたことあるあこか,こかけられたことあるじゃないわかけていただいたよそういえば女性の方にあのねそれこそ子供連れのお母さんお母様にあの「ラサイから知ってました」って言ってめちゃめちゃ好きでって声かけてもらった。 そそのすぐそばにいましたえだったらさ声かけてよ <laughs> 実は私もって <laughs> <え> <laughs> ウケるんだけどそれで気づいたんだじゃあその話し声で気づいたってこと たたまたまねその時お友達と池袋にいて歩いてたらアイドルさんいたからちょっと立ち止まって見てた日ね <laughs> <laughs> 目の前通った時に似てるなと思ったんだけどあそうだったんだでもその子連れのお母さん かけてもらったの、すごく嬉しかった。なんか最初遠くで見て、そうかなって思って。世界一雑なギフトきた <laughs>。ありがとうだよ、くまちゃん <laughs>。 中で俺を見たとしても似た人だろうなって思っちゃうかも、あ、本当。そうなのかな、似た、似た人って思うかな。 こ,うこうした方がいいよって路上アイドルさんにアドバイスしてほしいな何様よ <laughs> やばいよそれ <laughs> いやでも路上アイドル路上ライブってねほんとにきつかったよ一回サ瀬の時にさつんくさんに「路上ライブしなさい」って言われてあのやった時はほんとにもう恥ずかしかった。 いやまださいっぱいお客さんがいたらいいかもしれないけど本当に誰一人いないとこで踊ってたからさうん死ぬかと思ったマスクの人多い時は街中で知り合いと見間違えること多かったああねそれで言うとさリオこの前さ渋谷でさ前に似た人い,いたんだよねマスクもうさマスクしてたからさ うん、だ違ったと思うけどめっちゃ似ててそうかと思ってさ話しかけようとしちゃったよね一瞬会わなかった話しかけてない話しかけてないお互いすれ違ったの目合ってお互い目合ってすれ違っていやでも多分気付くはずだからもし本人だったらなんか違ったんだろうけど似てた顔が似てた 声かかけててくれて言ったたのにいや来てしかったよでもさあれ告知ダメだったからさあの路上ライブの時ね告知したらきっとみんな来てくれるって思ったけどそれは甘えですみたいな感じだったから多分その時はきっとそうテレ朝の近くでさやったの。 え人通りめっちゃ少なかった少なかったリオがやった多分やったところが少なかったなと思ううんそう本人ならね気づく そう思ってすれ違った知らん人ならそこそこいるあいるんだ髪髪長い茶髪の人後ろ姿, <laughs> 姿はそうかもだけどりおあんまちょっとまだ出会ってないかも。 ウェデが子供連れに声かけられた時隣のカフェのオープンテラスで飲み食いしてステージ見てたあそうだったんだ <laughs> あ確かにカフェあったなあそこ <laughs> そうなんだ最初誰もいないところで歌ったのうんそうだよめっちゃめちゃに寂しいし心細いしやばかったね <laughs> しかもマイクとかあのー 音入ってないからさ。あれ入ってたっけ入ってない。もうほぼアカペラみたいな感じで。一人で。やってた。やーみたいな感じで近づいてったら全然他人で恥ずかしい思いした。なんか <laughs>、めっちゃウケるし <laughs>。やーって近づいてってんの。面白いね。人見知りじゃないね、全然。それ。 両国行けばめっちゃ頼るそ <laughs> うあの <laughs> 普通心折れいや折れたよ心多分でも頑張ったよねやるしかないって気持ちしかも1回だけじゃなくて23回やった <laughs> そう1回やって終わりじゃないっていうねどっちかっていうといやいやだったあいやいややいやって珍しいよね今今時 いやいやーってねえねえとかなら分かるけど「ややいや」ってあんまないよねうん <laughs> やっぱり最初の挨拶はごきげんようだね。えごきげんようだった？<laughs> え違うよね。ごきげんようだったの？おやすみなさい。今何時ですか？あ一時だ。でも何時からやってたっけ配信？ まだ1時かうんねリオもまだ1時かって思うんだけどさもうあの <laughs> 普通に早起きの方はもう1時かって気持ちですよねきっと眠かったら寝てねみんな眠かったら寝ていいからね 6時間何その6時間なお <laughs> 午前4時50分やば <laughs> やばすぎるねシュリちゃんさすがにきつくないいやあのねえっとほのちゃんとなっちゃんとシュリがやった場所はお台場で人がね割といる場所だったのよ。 昼までそう明るい時間だったしお客さんがまあまあ通るとこだったから多分できたと思うよただリオとアイリーがやった場所がなんか夕方暗くなって六本木の人通りがあんまりないとこだったからもう本当に苦しかったね人がいたらできたのち多分、うん、いなかったからねあのお客様1人とか全然あったよ <laughs> その方に向かってひたすら歌ってた 今思えば立ち止まって見てくれて本当に優しい方だありがたい場所を指定されたんだうんされてたここでみたいな <laughs> えここみたいな <laughs> 車とかは通るけどあんまり人は通らなかったんだよね 入り流行に乗り遅れたくないか起きてるよ <laughs> そんなここ流行話すルームだったっけ衣装は私服だよだから余計にあれだよね衣装とかだったらまださアイドルなんだなって分かるけどさ私服だからさあの何してんだろうって多分思われてただろうし 流行の最先端教えてあ逆に逆にリオも教えてほしいかもリオ意外とねあの弱いんだよ最近の若い子の入りにこの前も誰かに言われたなんか意外とだよねみたいな <laughs> うそ,あそうなんだよねみたいなうんあんまね意外とちょっとついていけてない逆に教えていただきたいかもね ナウいのも知れてナウイ、うんあのナウイはね今使ってないかな、うんあんまりいないかな <laughs> キュピンあキュピンなんだっけキュピーンキュピンってなんだ <laughs> あれなっちゃんだっけあれ なんかめっちゃ聞き覚えあるんだけどマダコちゃんのやつあやっぱそうだよねなんかめちゃめちゃ見覚えっていうかあったわタピオカミルク流行ってたらしいよあ <laughs> そうだね流行ってたのは知ってるもちろん。 タピオカめっちゃ飲んでたのにな昔リオもびっくりするぐらい高校生の時やばい飲んでためっちゃめちゃにふわっぽわあふわっぽわがみーが言ってたやつだねカエルか えなんか最近さカエル科じゃなくてさ他の出たよね他のっていうかなんだっけなんか違うの出た気がするけど忘れちゃった最近じゃないかもしれないけどなんかよく分かんなかったなんだそれってうなぎえうなぎか うなぎこれうなぎだよねうなぎって読むよねこれってうなぎか <laughs> えどういうこと 昔の自分の食べ物魚だったりタピオカ買うのに1時間とか並んでて言われたやばいねえでも分かるキャベ結構並んでたよねタピオカ屋さんもリュウも結構並んでたと思うよ多分懐かし懐かしすぎる俺のオオミルクとかめっちゃ好きだったの渋谷にあるやつ もう今ないよね。絶対にないと思う。うヘビかヘビかーじゃない気がする。なんだっけな。カエルかじゃなくてなんだっけな。なんかなんかね。ユーチューブで見たんだけど、ね。 教えちゃったなんでカエルかって言葉が流行ったんだろうそれもわからない何にきっかけだったのかもう本当にもうタピオカ全然飲んでない。 ごんちゃんが一番安定あっでもわかるなんかいろいろ飲んできてあの落ち着いてゴンチャが安定ってななるよねわかるでもそのゴンチャももう最近全く飲んでないしねえブルドックのやつ飲んでたりよ <laughs> 懐かしいブルドックのやつはアイズのリリーベであの ちょっと都内から外れたところに行った時によくブルドッグを飲んでた <laughs> 懐かしすぎるねそうアリオ橋本とかさそういうなんかあブルプルだそう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 ,そうアリオまオまるとかそういうとこでリオも飲んでた 川口あそうかもねなんかよくメンバーと買いに行ってたもんでもさ今思ったらさタピオカってさラーメン一杯分のカロリーってやばいよね怖いわあんな飲み物一杯が。 信じられないじゃあラーメンでいいやんいやそう今思ったらさラーメンの方を食べたいって思うよね <laughs> 今ラーメン食べたいって思うそうカロリー高いんだよねお砂糖いっぱい入ってるっていうのとタピオカって炭だよなんかごくごく飲んじゃうもん気づいたらなくなってるし でタピオカ飲んでたんだろうね,ねいやり央も,もうすごい飲んでたよ昔のインスタとかほぼ制服でタピオカを持ってる写真よくあった気がする学校帰りとか買って帰ってたしよくカロリー高いタピオカだけ食べたいあ中だけえ森もリオさほんとにタピオカ好きすぎてさカルディでさタピオカ買ってたよだけ タピオカだけ買って飲み物はお家で作ってみたいな牛乳となんか自分の好きな味混ぜてあと業務用スーパーでも買ったことある冷凍のタピオカ本当にタピオカ大好きだったの好きすぎてでもあの冷凍の黒糖とタピオカ美味しかったな業務用スーパーで買ったよ タピオカ単体やって食べたいんだ <laughs>。だからそれこそじゃあ買った方がいいんじゃない冷凍のやつ。毎日飲んだタピオカ乗せてたインスタイル。ええー、めっちゃ見たいそれ <laughs>。気になる。リオが飲んだことあるのあるかな。カルディやパンダのアニンドーフ。あね、リオそれ今ね、冷蔵庫入ってる。多分結構前に買ったんだけどさ。 飲んでなくて美味しいよね杏仁豆腐自作したのは青春進歩にドリンクくらいや自作したの <laughs> そうなんだ <laughs> あれ中身何だったっけ分かんないなんかサイダーみたいな味だった飲む 飲むってか食べるだけああれれえななんんかかでも牛乳パックあれなんかさパックだよねジュースのパックみたいな入れ物に入ってるよねあれ食べるんだっけなんかもう何年も食べてないか忘れちゃったあっ切って出して食べるのかスプーンで練り割れ気になるの杏仁豆腐の話なんだけどさ渋谷にさあるよねあの あそここ舞台やったところなんだっけ渋劇渋劇のさ下上あの1階ユニクロユニクロだっけあそこユニクロの目の前杏仁豆腐専門店みたいのあるよねソフトクリームなのかあれねすごい毎回気になってるあそこ通るたびに1回食べてみたい ねえ行ってみたいよ、ね、そう飲んでみたいし食べてみたい食べ物か飲み物かどっちか分かんないけど杏仁豆腐ソフトクリームだっけなんだろうそう看板も出てるしめっちゃ気になるそうそうそうこの前も舞台感激いた時渋劇だったからさめっちゃ気になった 次作るんア <laughs> 4当たり前じゃんね <laughs> いい席だから来なきゃ <laughs> 入り口のところの目席になってるえアニドフ？ねお熱出さないでねお願いだからワクワクうんわかるよワクワクでお熱出そうな気持ちはわかるけど頑張って出ないようにしてね 仁豆腐ね、あそれこそ杏仁豆腐のタピオカとかも飲んだことある梨央 <laughs> えっとねあそこ都立大学だっけな都立大学駅にあ,あったんだけ大都立大か学芸大どっちかにあったんだよ仁豆腐のタピオカ懐かしい。 <laughs> ワクワクしすぎと寝するぞ <laughs> そうかな <laughs> お前よ計だなって思って生きてるもいや嫌だなって思ってんの逆に <laughs> それもそれだけどねある程度楽しみにしておかなきゃ <laughs> 石版言ったら見バレしちゃうあそっか <laughs> そういうことか <laughs> <laughs> じゃあここでは言えないね 消 <laughs> しゴム用のジップロかかった。あもうすごい当たる気満々じゃん。<laughs> 当たる気満々だね。どうするのそれで当たんなかったら。何入れて帰る。空気でも入れて帰るか現場のね。夏ライヤさんあやさんの動画見てお勉強してるわ偉い。 偉いだねこっちにもプレッシャーってもんがあんのよ <laughs> お互いに頑張ろうね、じゃ <laughs> いつも当たらないけど、こういう時当たる気がするんだよね本当にどうかな フリコピ完璧のオタクの方で毎回笑ってしまう。いやでもすごいよね。なんかりんもさ。結構ライブ映像見るんだけど、本当にすすごいなってめっちゃ思う。杏仁豆腐のタピオカ美味しいよ。覚悟はできた。な、ね、んの覚悟。な <laughs> んの覚悟や。や 通称の時目の前の空気もらいに行っていただきましたよしようかなただっけそれネタだっけえネタわかるよリよあのねティックトックかなんかで見たことあるんだよ握手会とかの握手会会場行ってみたいな。 リオか言ってるのと同じ人かわかんないけど想像はできてる <laughs> じゃあそれやってみて <laughs> あそろそろ終わんなきゃね7時半だ <laughs> みんなありがとね1月いっぱい配信したわね いっぱい喋ったね2月もよろしくお願いしますまずは生誕祭だねりおは明日も事務所に行って練習してまえるね今日も練習したんだけど明日もしてくる <laughs> いっぱいで嬉しかったよかった <laughs> なんか こんな喋ることあるってぐらい喋ってね出た今来たばっかり <laughs> 今来たばっかりマン明日早く寝ても大丈夫そううん大丈夫 もう1月終わるまで毎日やろうと思ってやったからゆっくり寝て <laughs> じゃあ順位読んで終わろうかねいくよてかこのさあれ治った今一瞬またさあのキャラットの写真になってたんだけど治ったわではでは 位コペル12位がミウラ11位がエレメンツ10位がラブ9位が田中ジミョン8位が TK7 位がリゾートダイバー6位が夏行五5位がザキ4位がマイコル3位がヒロアキ、2位がゴリちゃん1位が石井シーありがとう。 こっちキャラとだなんでだろうね <laughs> おかしい治んないねありがとうそれじゃあみんなおやすみなさーいまたねーじゃるじゃバイバイ。バーイ